自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる政治資金規正法違反事件で、東京地検特捜部が、清和政策研究会安倍派、幹部の西村康人氏、前経済産業省から任意で事情聴取をしたことが関係者の話で分かった。同同中のの6人が特捜部の聴取をを受けたことになる。同事件をめぐり、 特捜部はこれまでに松野博一前官房長官高木剛前党国会対策委員長世耕弘重前党参院幹事長萩生田光一前党政調会長同派座長の塩谷野龍野元文部科学省から事情聴取を実施している西村氏は松野高木世耕萩生田の各氏とともに五人衆と称される同派幹部 2021年10月から22年8月には松野氏の後任として派閥実務を担う事務総長を務めた特捜部は西村氏に対し派閥から所属議員側へのキックバック還流分が政治資金収支報告書に記載されなかった戦いきさつなどを確認したとみられる安倍派ではパーティー券販売のノルマ超過分を議員側に還流していたが 同法の控訴事項にかからない直近5年間で還流分の計約5億円が派閥側議員側双方の収支報告書に記載されていなかった疑いがある西村氏側も還流分数10万円程度を自身の政治団体の収支報告書に記載しなかったとされる以下はネットユーザーの反応をまとめたものです もはやここまで来ると誰が東京地検に聴取に呼ばれたとしても驚かなくなりつつあるこうして地検からの任意聴取という試直のそばからの浄化に対して自民党は受け身ではいけないのではないだろうかむしろリクルート事件の経験から自民党内の若手や中堅 そして非主流派が声を上げて現在の問題を政治のそばからの浄化という機運が生まれていないというのは大変残念なことと言える日本政治の一大危機であるこの政治不信は与党だけではなく野党をも飲み込もうとしている野党の支持率が上がってこないのはその少佐だ与党だけではなく 野党も含めて、令和政治改革委員会、過少というようなものを組織し、政治のそばからの浄化の動きを見せる必要がある。政治家は、今こそ政治の力を示すべきだ。西村康稔という人物は、自分が首相に上り詰めるためには、ありとあらゆる手段を行う人物であって、国民を豊かにするためにありとあらゆる手段を行う人物では決してありません。 架空パーティーの報道には本当に呆れました同じ明石市が地元の泉房星とは真逆と言ってよいでしょう泉房星という比較対象がいることで今の自民党議員の立ち位置がいかに異様なのかが明確に分かる構図になっています言うまでもなく泉房星の方は市民を豊かにするために 法律のの枠内でであありとあらゆる最善の手段をを行ってて成果を出してきた人物です。国会議員は誰のために仕事をしているかということを議員自体が勘違いしている国民がより良い生活が送れるようにいろんなことを考え協議して整備していくことが国会議員の仕事ではなかろうか。 ただでさえ年収が2000万ぐらいもらう議員なのに、お金を手にするともっと欲しくなってしまうのだろうか、国会議員の選出方法も検討した方がいいのではないだろうか、世襲議員や芸能人議員など出てくるが、本当に国のために動いてくれる人でお金がなくて立候補できない現状がある。 もっといろんな人が立候補できる環境を作って真の国会議員が出てくることを祈ってますコロナ担当大臣で一挙に有名になった議員かつて総裁選にも立候補したことがある経産省出身の議員なので経産大臣になってあとは総理大臣と思ったことだろうところがキックバックの金額は少なくても。 自身の資金パーティーは利益率約70%で年に10回以上開催、架空パーティーもある秘書や官僚に対する強圧的な振る舞いなど、とても総理の器ではないお店で何か盗めば、その品物の値段にかかわらず窃盗で逮捕される人から財布を取れば、金額にかかわらず窃盗で逮捕されるましてはこの人たちは、 国国民に対し重責のある立場国の舵取りをする立場数千万でも数万でも犯罪犯罪国政に携わる重要な立場だからこそ犯罪を犯すような人がついてはならない仕事何人何十人であっても全員逮捕しその欠員は正しい人から選挙で選出し直せばいい 政治が滞るからなんて変な忖度をせず逮捕するべき逆にそうしたものがついていることの方が国国民にどれだけマイナスか西村は明らかにされている裏金金額は約100万円と裏金疑惑メンバーの中では少額で法的には政治資金収支報告書を訂正すれば無罪方面になってしまう しかし西村は架空、エア、パーティー疑惑の当事者で東京地検特捜部が暴ければ100万円、数千万円ともすれば億単位の裏金を得ている可能性がある。とにかく西村個人を徹底的に調べ上げて100万円で逃げ切らせるようなことは絶対許してはならない。国民の怒りを理解できない国会議員が多すぎる。 任意聴取や家宅捜索どんどん実行してほしい幹部聴取といってもその場しのぎの下手な言い訳をしてることでしょうほんと見苦しい保身ばかりで説明責任すら果たせない国会議員は国会議員でない国民には増税国会議員が脱税とはあきれるしこの問題一般の会社であれば一発アウト懲戒解雇でしょうなぜ 国会議員は修正すればよくて国民はだめなのかもううさんくさい昭和の政治はこれまでにし海を出し切り裏金を懐に入れた国会議員は金額の代償関係なく議員辞職してくださいそして選挙にお金がかかるなら国費で賄えばいいその代わりに政党助成金や企業献金パーティーの禁止 文書交通費は領収書を添付し政治と金の問題をなくすこととにかく政治不信を招いた罪は重く大改革して岸田総理は国民が納得する説明をいち早く示さないと傷口は広がる一方だ奈良では総理大臣になると言い放ち奨学金で東大入学した野心ある若者はすっかり悪大感になられた感があります 義理父を踏み台に大臣に上り詰めたまでは良かったけど金銭感覚は品性を欠くものがあり政治家は常に金に窮して密にたかると感じますせっかく勉学を極めて政治家になられたのに人望と金と品を手にしていなければ特捜部の取り物にならざる得えなかった方公認事務長たる立場になれば 法学部で学んだ法に触れる悪しき自民党の週刊誌脱税と理解できるでしょうに昨日のの羽鳥モーニングショーで泉房穂氏がコメンテーターで拝見しました元衆議院議員、元明石市長、現弁護士という経歴があり、コメント内容に早口ではありましたが、しっかりした思想心情をお持ちで感心するとともに感銘を受けました。 原点が国民庶民庶の目線現状をしっかり理解認識してのコメントはさすがだと感じました田崎政治評論家は自民党政権を擁護する政治家が金がかかるということを擁護する発言ばかりで無味感想であったな泉氏が西村の評価をしていた中でプライドが高く上昇志向が強いと言われていた 西村が悪さ悪事をしながら国の舵取りをする通産大臣で甘い汁を吸いながら国民庶民のためなどに程遠い自己中心的金権利権にすがった政治をしていたんだと呆れてものが言えないな本人は残念だろうが総理の目は消え去ったと言えるだろう墓穴を掘ったとも言えるだろう